障害者スポーツの魅力を発信する東京パラスポーツチャンネル。今年度も都内近郊で開催される障害者スポーツを生中継でお送りしてまいります。今回は第31回日本パラ陸上競技選手権大会の模様をお送りしてまいります。さて続いては女子 T61、63、64の 200m の決勝が行われます。ご覧の3選手でのレースとなります。先ほど申し上げたように60番台というのは義足を使うクラスになります。はい、61番の 3レーンの64が膝下の、1個片方の膝下の義足ですね。はい、で63が、大腿から膝より上で切断していて義足を使っている選手で、61というのがこれ両方の膝下ですね、両方膝より上で、切断して大腿部で切断している選手ということで、はい、61番になりますと非常に義足を使いこなすのがかなり難しいんじゃないかなと。 T61 の湯口恵里奈選手は世界記録保持者です。注目のレースが始まりました。第3レーンの T64 クラスの山下千恵選手が飛び出していきました。やはりクラスによってそのタイムは違いがあるんですが、その走り方のテクニック、そのあたりにも非常に見どころがありますね。大腿部で切断してしまうと、こう股関節を曲げるという動作自体が筋肉が非常に太もも筋肉使えませんので、はい、本当に体幹の奥側の転んでしましたね。ゴール手前で山下選手が転んでしまいました。今ゴールしました。はい、続いて4レーンの安田選手、そして世界記録保持者であります5レーンの T61 クラスの湯口恵里奈選手もゴールしました。先ほどのレースの速報が場内のビジョンでは映し出されています。山下千恵選手33秒29、 T64 のクラスです。速報です。